Jomo Hiro Kato does try to get a Rust-based AI into chips to embed to get stuff on the net. Here's hope that the circuits won't fry. 皆さん、こんにちは。今日はこのセッションを聞いてくれてありがとうございます。このセッションでは、エッジとクラウドでラストを使いこなす AI-IoT での事例、 というタイトルで発表します。私の名前は加藤智博です。Web では t 加藤という ID で活動しています。私はモビリティテクノロジーズという日本の企業のソフトウェアエンジニアです。私は仕事ではエッジデバイスでのマシンラーニングシステムを開発するためにラストを利用しています。本日はよろしくお願いします。 この発表では私たちのプロダクトの開発事例を通してエッジデバイスやクラウド側でのラストを使った開発する上での実践的な設計実装のテクニックを紹介します。アジェンダはこのようになっております。まず、プロダクトであるドライブチャートの紹介をします。次にラストで開発をしているエッジやクラウドのトピックをそれぞれ紹介します。まずはプロダクトの紹介です。 私たちはドライブチャートというプロダクトを開発しています。ドライブチャートはタクシーやトラックなど商用車に向けた AI を活用した交通事故削減支援サービスです。ドライブレコーダーとクラウドを使ってカメラ映像やセンサーデータに対して AI のアルゴリズムを動かし安全運転ができたかどうかこのレポートを作成します。 次にドライブチャートの中でラストウェイ開発している部分を紹介します。それは Edge のプロダクション環境で動くコンピュータービジョン処理と、クラウドの開発環境で動く評価用のシミュレーターです。エッジではドライブレコーダー上でリアルタイムにディープラーニングを含むコンピュータービジョン処理を動かしています。また、クラウドでは Edge の実装を少し変更して、 クーバネティス上にデプロイして動かしています。次に、ラストを採用して開発を進めた背景について説明します。まず、私たちはサービス開始までは C++ で開発をしていましたが、開発速度や品質の課題からラストへの移行を進めました。ただし注意したいのは C++ が悪いわけではなく、少人数で短期間に開発をしなければならないという私たちのユースケースには、 ラストがよりマッチしていたということです。課題の一つ目はビルドシステムやテストフレームワークでした。C++ にはビルトインのそれらがなく自分たちでツールを選び、そのスクリプトを自分で大量に書く必要がありました。私たちは本質的なシステム設計やコーディングに注力したいので、コード以外のスクリプトは簡略化したいです。 ラストはカーゴによってプロジェクトのテンプレートからビルド、テスト、ドキュメンテーションまであらかじめ用意されており、この課題を解決することができました。二つ目は安全性です。ドライブレコーダーは高いソフトウェア品質が求められ、間違えても実行時にクラッシュすることは許されません。ラストでは多くの事例で語られているように、メモリ操作のバグがコンパイル時に取り除けることがほとんどです。 実際私たちもラストに移行してから、開発中でさえも意図せずクラッシュしてしまうようなバグを入れてしまったことはありません。もちろんロジックのバグはラストでも防げないので注意が必要です。そのようなメリットがありながらも C++ と同レベルの実行速度やメモリ効率が期待できることから、私たちは積極的にラストへの移行を進めました。 移行にあたって、まずは2週間ほどかけてプロトタイプを作りました。基本的にはコア部分は C++ の実装のままで、アプリケーションの方をラストで実装し、ドライブレコーダー上で期待する性能で動くということを確認しました。いきなりすべてラストに書き換えるのではなく、徐々に実績のある C++ からラストに移行できることが確信できたので、私たちはラストでプロダクト開発をすることを決めました。 その後はラストの知見を貯めながらプロダクト開発を進め、問題なくリリースすることができました。今でも一部 C++ は残っていますが、ほとんどラストで書いています。次に、開発フローを紹介します。簡単に説明すると、私たちは Python で AI のアルゴリズムを開発し、それをラストで再実装してプロダクション環境で動かしています。 最終的に AI 機能は Edge AI ライブラリーとして提供され、ドライブレコーダー上のアプリケーションに組み込まれます。例えば、新しい機能を追加する場合の例を示します。まず、Python 単体で研究開発をし、アルゴリズムの検証をします。これはディープラーニングのエコシステムが Python がメジャーだからです。 次に Python のモジュールと Edge AI ライブラリを統合しながら検証します。例えばディープラーニングのモデルができた時点でドライブレコーダー上のプロダクションのパイプラインに乗せて検証することができます。このクラウドでの開発では動画やセンサーデータを含む大規模なテストデータを使ってアルゴリズムや機械学習システム全体を評価します。 次に Python をラストで Edge AI ライブラリに再実装し検証します。最後にドライブレコーダーに組み込み実写で検証を重ね本番リリースへ進みます。このように研究開発からプロダクションにスムーズにつなぐことで新しい機能を効率的に開発できるようになります。これを容易にするために私たちはソフトウェアの設計などを工夫しています。 ここからは設計や実装の詳細に入りま,すまずはドライブレコーダーでディープラーニングやコンピュータビジョンの処理をラストでどうやっているかについて説明します。基本的にはラストの標準ライブラリや画像処理のクレートなどを利用して書いていますが、性能上必要であれば C++ の高速なライブラリをラストでラッピングして使っています。 私たちの場合はディープラーニングの処理は詳細は言えないのですが実績のある C++ のライブラリを利用しています。この時 C++ のライブラリに対して C の API を自分たちで作りバインドジェンを使ってラッピングすることが多いですが手っ取り早く C++ をラストから呼び出す場合は CPP を利用することがあります。参考までにラストの機械学習のエコシステムの情報を共有します。 テンサーフローや PyTorch などメジャーなフレームワークのラストバインディングは既にあります。また、一般的なラズベリーパイやスマートフォンなどのデバイスで動かすためには、TensorFlow Lite や TVM といったものがラストで利用することができます。それ以外の場合は、私たちのように C や C++ のライブラリーをラストでバインディングすることがおすすめです。 続いてユニットテストについてです。ラストはサードパーティーのクレートに強く依存するので、たまにその要因でデグレートしてしまうことがあります。それを防ぐための取り組みとしていくつか紹介します。一つはスナップショートテスティングという手法で、インスタというクレートを使うことがおすすめです。これはテスト対象の実行結果を保存しておき、 次回のテストの実行時に比較するということを簡単にすることができるグレートです。私たちは動画に対するシステムの検出結果が意図せず変わらないということをこれを使ってチェックしています。スナップショットテスティングを含む自動テストは BitHub Actions で実行しています。ActionsRS には BitHub Actions で使えるコマンドがたくさん用意されているので便利です。また、 cargo.toml に指定する dependencies のバージョンはパッチバージョンまで記載し、そのバージョンアップは GitHub の dependabot に任せています。クレートのアップデートがあると dependabot がプロリクエストを作成し、自動テストが走り、デグレードしないことを確認できるので運用が楽になっています。続いて、クラウド側の開発の説明をします。 クラウドでは、エッジの実装を評価するためのシミュレーターを構築しています。図のように、エッジ側では複数のクレートをモノリシックなライブラリとしてアプリケーションに実装していますが、クラウドではクレートをコンテナとしてデプロイし、分散システムとして構成しています。その理由は2つあります。1つ目は、ビルドを高速化するためです。 各機能を開発するサイクルは異なるので、1機能のみ更新してデプロイすることを早くするためにコンテナを分けています。2つ目は研究開発とプロダクションを統合するためです。例えば既存のパイプラインの中のディープラーニングモデル部分を研究開発する時点の Python モデルに変更して評価したいというユースケースがあります。 つまり、ラストと Python を混在したシステムを作るために、このようなアーキテクチャを選択しています。別の手段としては、ラストを Python のライブラリーとしてラッピングして、システム全体を Python で構成するといった方法も検討ができますが、より素結合でシンプルな構成にするために、今回この構成としました。さらに、クレートの内部では、Edge とクラウドの実装を共通化するために、 エキサゴナルアーキテクチャーライクな設計としています。エッジでもクラウドでもコアロジックは共通です。しかし、アプリケーションのエントリーポイントやハードウェアやユースケースに合わせた実装の選択は異なります。例えば、エッジのプロダクション環境では C API としてラストの実装をアプリケーションに組み込んでいます。 また PC からデバイスのベンチマークをしたり、Kubernetes 上で他のアプリケーションから呼び出すときには GRPC や CLI のインターフェースを利用します。また推論機能は研究開発中の Python のモデルを GRPC で呼ぶための実装や、デバイス向けのディープラーニングフレームワーク、また X86 向けのフレームワーク、テスト用の Mock などを選択できるようにしています。 これによって Python での研究開発から Rust でのプロダクション開発にスムーズにつなぐことができています。このユースケースに応じた機能の切り替えは Rust のトレイトを利用して実装しています。その実装例をこうで示します。コード例はかなり省略していますがエッセンスを説明するためには十分です。 ここでは、モデルの推論部分を GRPC、Edge、Mock、この3種類の実装に切り替えられるようにします。まず、Trait、デルサービスを実装します。Execute メソッドは画像を入力し、推論結果を返すと考えてください。次に Trait をそれぞれ実装します。GRPC モデルサービスは、Tonic など GRPC クライアントを利用して、 外部の API にアクセスします。Edge モデルサービスでは、ここではコードは省略されていますが、Edge 向けのディープラーニングフレームワークを利用した実装です。Mock モ,モデルサービスは、インスタンスするときに渡したレスポンスのダミーデータをただ返すユニットテスト用の実装です。このように一つのトレイトに対して複数の実装を作ります。 続いて、アプリケーションで利用する部分のコードです。アプリケーションでは起動時に実装を切り替えられるようにすると便利です。ここではトレイトオブジェクトを用いて、与えられたモデルタイプ変数に応じて異なる実装を初期化しています。それを呼び出すときにはモデル、model.execute とするだけです。実装を抽象化して、ユースケースに応じて切り替えられるようになりました。 私たちはこのようなテクニックを使ってテスタビリティの向上やラスト以外のシステムとのインテグレーションを容易にしています。テクニカルのトピックの最後にはロギングの話をします。私たちはアプリケーションレベルのデバッグやプロファイリングのためにログを使うことが多いです。もちろんクレートレベルでの開発ではカーゴベンチのようなベンチマークも使っています。 ログは JSON 形式のストラクチャードロギングを行い、それをパースして ChromeTracing というツールで可視化することが多いです。複数のプロセスやスレッドにまたがる処理も分かりやすく可視化することができます。ボトルネック箇所を特定する最初の手がかりとしては非常にリーズナブルな方法です。ログベースでやっているのはラストや Python など複数の言語で構成するシステムで、 言語に依存せず使うことができる手段であるからです。ラストでストラクチャードロギングを行うためには Slog というクレートを利用します。図のようにログ用のマクロで JSON 形式のログを出力することができます。ここではインファレンスのビギン・エンドそれぞれのイベントをログに出しています。続いて1年半開発する中でのシステムの移り変わりを話します。 一言で言えば、モノリシッククレートからマイクロクレートへと移り変わってきました。ラストで開発を始めた初期は、1クレートに複数の機能を詰め込んでしまうことが多かったのですが、開発が進むにつれて分解するようになりました。その理由はいくつかあります。一つはビルド時間。一気に全ての機能をビルドすることは開発上少ないため、 クレートを適切に分けることでビルドが早くなります。また、1機能1クレートとしてコンテナ化できると、他の言語と組み合わせやすくなります。私たちは Python と Rust を混在するシステムを作りたいというユースケースがありますが、一般的にもマイクロサービスにすることで、機能ごとに技術選択を柔軟に行えるというメリットがあると思います。 例えば、シェルスクリプトで数行で書けるのであれば、ラストを無理に使わないという選択がおすすめです。また、マイクロにした背景としては、メンテナンス性の向上も目的としてあります。私たちのチームは現在4名でラストを書いていますが、会社全体ではまだまだ少数派です。新しいメンバーが参加した時にキャッチアップしやすくするためにも、シンプルに作ることは重要視しています。 最後に1年半ラストをプロダクション開発の中で使った私たちのチームの感想を紹介します。それはチーム開発体験が良く、スピーディーにプロダクション開発をする上では、ラストは良い選択肢だったということです。もともとラストへの移行は私が提案してから、今では4名のラストのチームになりました。しかし全員ラストはこのプロダクトで初めて触る言語でした。 ラストをどう学ぶかは結局慣れることが大事で、私たちもコンパイルエラーのメッセージやクリッピーのメッセージによってかなり鍛えられてきました。先ほどシステムの移り変わりの中で話をしましたが、クレートを分けるような大きなリファクタリングをしても変更漏れのような単純なミスはコンパイル時に発見することができるので、安心してインクリメンタルな開発をすることができました。 また、最初にラストを利用するモチベーションでも話しましたが、エコシステムは充実していました。チームでプロダクト開発をする上で、リポジトリがビルドやテスト、ドキュメンテーションに関するスクリプトなどで溢れなくなり、設計やコーディングに集中することができています。チームの役割がラストによって広がったことも非常に嬉しいことでした。 ラストで開発できるプラットフォームやドメインは広いので、私たちはもともとデバイスの開発がメインでしたが、クラウド側の開発も十分できるようになっています。最後にまとめです。今日は私たちのプロダクトの開発事例を通して、エッジデバイスやクラウド側でラストをどう使いこなすのかについて話をしました。 特に私たちは Python での研究開発からラストでのプロダクションを統合するためにエッジとクラウドでのソフトウェアアーキテクチャの工夫をしてきました。いずれも私たちのユースケースに応じて自分たちで考え実践した内容です。なので、全員にとって正しい内容だとは思いません。しかし、多くの方の参考になれば嬉しいです。皆さんもラストで実践的なプロダクト開発をぜひやっていきましょう。以上となります。 ここまで聞いていただきありがとうございました。